パン、広島県警と JR。 すごい、各県のポスターってことだ。こうなるとこの路面電車を遠くに行っていくのが3年ぐらい。すっかり変わってしまった。そうだ。ロボット。最新の白い卵。表面的に。一卵がない。二卵を使ってた。ネジが。はい、よく通りました。ここから広島の空港に帰るよね。バスセンターとは違うよ、ね、バスセンターじゃない。今のところ高そうだね。降りるのか。ここは昔だな。え、多分ここは変わってない。あ、そう。私はあんまり気をつかない。大工事中です。これちょっと山陽本線こんな行き方がないのかな。しかも負担のないインフダイヤ。作りましたね。すごい駅かな、かっこいいね。変わってるね、なんか地上とあの本通り、さっき路面電車の方から行こうとした本通り駅も地下だって書いてあるよ。マイナス、どこが一番高いって言ったっけな、標高が。新しいだけで、これもなかったのかな。でこの駅はなかったよ。アストラムラインっていうのはあった。あった、あった。ああ、そうなんだ。ここから先しばらく地下で、最後また上がってくると思ったけど。面白い。なんかこんなになってなかった？なってないよ。そこそこ、じゃあ行こう、本当に、うん、今こっちだから、こっちだけ4駅行けばいいってことか。次終点までって190円だと思ってそうじゃない使えるよね。ここ前すぎる。なんか本通りの地下だったから、これもずっと地下かなと思ったの。ここも遅れて出場したの。前の日で時間見ててまだ来てなかったから。
ここに集結するのかな、さっきここから見たのかな、違う、向こう側から見たんだ、右側にあったのか、あ、確かにこれもある、あ、私乗ったやつもある、山陽本線もある、広島機関区 JR 貨物、開封焼きたてもみじまんじゅうみたいな、うーん、見かけは焼きたても焼きたてもじゃないのも一緒だけどね、湯気は出ません、あったかいよ、でもあったかい、さっき熱々だったけどあったかい感じ、いただきます、焼きたて感残ってる、おお、あ、中島橋、なんか すげえ濡れてる感じ、
見た目は涼しい見た目だけ涼しいよね。今日こっちです、はい、ヨドバシが光り輝いてる。キーを持ってないと入れないの。ブルーキーじゃないの。置いてんじゃん。突き当たり真正面でした。ズドン。お庭が見えます。うん、普通はそうだ。その裏は。ああ、ズボンプレッサー。ああ、隠してあるんだ。うん、なるほどね。ズボンプレッサーが6台。ここからビール向こうに持ってる。こんなにお腹空いてるんだけど。ついに来たら手出した。個人的にはお腹空いてたんだ。小籠包と角田餃子。やけどに注意。いい感じに光が当たんだね。盆栽を玩具にして遊んで、で、新植物に収集を経て、リプランターとして活動開始。広いね、ここ。結構高いな、景色なんだよ。一回入った。